主を褒めよハレルヤ主を褒めよハレルヤ主を褒めよ ハレル、ハレル、ハレル、ハレルヤ 賛美しよハレル、ハレル、ハレル、ハレルヤ 賛美しよ第一朗読、人たちの宣教。その日、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると、踏まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に、施しを請うため、毎日、美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼は、ペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさい。と言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナサレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り、神を賛美しているのを見た。彼らは、それが神殿の美しい門のそばに座って、施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに、我を忘れるほど驚いた。神の御言葉。私の心は神の地に喜び、その救いに喜び踊る。神に感謝してその名を讃えよう。諸国の民に神の技を告げ知らせよ。神の歌を神に歌い、そのすべての不思議な技を語れ。私の心は神の地に喜び、その救いに喜び踊る。尊いその名をたたえよ。神を探し求める者よ、心から喜び
come cammini sono cicara uomo tome itsumo sono kaostai moto me yo watashi no kokoro wa kami no chi ni yorokomi sono sukui ni yorokomi odoru. Chodo konohi hutarino desi ga Yerusalemu kara rokuju stadion hanareta e mao to yumurae mukatte arukinagara kono isai no degigoto nitsuite hanasi ateita hanasi aironzi ateiru to Yesu gojisin ga chikazuite kite issho ni aruki hajimerareta shikasi futari no me wa saigirarete ite Yesu da to wa wakaranakatta. Yesu wa aruki nagara yoritori shiteru sono hanasi wa nano koto desu ka to iwareta. Futari wa kurai kao shite tachidomatta. Sono itori no Kleopa toyu ito ga kotaeta. Yerusalemu ni taisai shite nagara kono sujitsu soko de yokota koto anata dake wa gosonji nakatta no desu ka. Yesu ga どんなことですか?
と言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑になるため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちのいたこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から初めて聖書を全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。以降はメサス村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って森に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時をつざす出発してイエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。主の御言葉。